いや、サツさん、ちょっと、やばいっすよ。クマ、出没注意っすよって言ったら、いや、大丈夫です。竹井壮の YouTube 見てるんで、とか言うわけ。いやいや、ダメだよって言って。無理だよ。ダメだよって言って、まあでもそういうのもついてって。その時俺、生まれて初めて、鳥居をくぐった瞬間、気持ちよかった。感じたことない気持ちよさを感じて、それは本宮っていうんですか、もう一つの、はい、では感じなかったです、その後行って。でその後富士阿蘇神社っていうところに行って、うん、なんか三角形になってるの、鳥居が、はいはい、あの鳥居ね、そこが宇宙と繋がってますよみたいに書いて、またまたみたいなこと入ったら、そこも超気持ちよかったんですよ、うん、俺その日から神社気持ちいいのと気持ちよくないの、なんていうの、わかる、感覚で。ああ、なるほど。でもっと行っちゃうと、ある時飲み屋さんで会った時に、この連れてこられた人なんですけど、が半透明に見えちゃって、俺死んでるなって思っちゃって、その人、うん、それでずっと気になってて、でまあ実はそこになんか、いわゆる何て言うんですか、邪気が払える人みたいな、タケ、うん、さんってニコニコ笑ってる人がいたんだけど、うん、その人が最初に俺つきやすいみたいなこと言われて、それでこういうのつけるようになったきっかけの人なんですけど、で邪気払える人なんですよ。で、タケさんに、今日誰が一番強いですか、俺大丈夫です、いや、お前さん、こいつけてだいぶ良くなりましたみたいな。で、誰ですか、誰ですか、今日言わないで言いましょう。何でと言ってくださいよ、みたいな。いや、ちょっと、みたいなこと言うわけ。で、その二人が帰った後に、タケさんが、あの後ろから来た人やばいよね、みたいな。は、う、い、ん、タケさん、俺も、あと透明に見えちゃったんですよ、って言って。で、いや、払ってやってくださいよ、って言ったら、いやいや、これ自分から言うもんじゃないな。自分から言っちゃうと怪しい人だと思われるから、みたいな。で、ただちょっと、本能的にファッてすぐ声出しちゃって、俺。ちょっとって。うん、戻ってきてくださいって言ったら、タタタタタタって階段上がってきて、ガチャッって開けて、あ、私ですよね、私のことですよね、今話してたのって言って、うん、それとも心当たりが、俺がチラチラ見てたのと、うん、そのいわゆるさっきでこうジャッキーがどうのこうの話の時に、うん、多分心当たりが、うん、で話聞くと、そういう男の人になんか騙されて、1年間で3人ぐらいの人からお金取られたみたいな、うん、何百万を取られたみたいな。でそういう男の人で騙してお金を取るような人も、その人分かるんですって、そういう女の人が、うん、みたいな話で、まあ、そこでちょっとなんか見てもらって、ジャッキ払ったものが気出しちゃって、うん、で俺は、まあ、それ見てるだけですよ、僕はそういうのもできないから、うん、だから話聞いてると、ただ確かに俺はそれはね、なんて言えばいいんやろ、透明に見えたんですよ。だからその具合が悪いというか、なんかそういうのがもうちょっと感じるようになってきたってことでしょ、その人を見て、うん、だけど多分隼人君みたいなはっきりした感じじゃないです、俺は分からなくて、たまたまそういうのが、うん、あでも、僕も同じような感じです。言ってみると、なんか神社に入ると感覚変わるのが、生まれ変わる状態になるんですよ。おうおう、日本ってすごく珍しくって、もともとの神様が女の人なんです、アマテラスを見たら。そうですね、で実は神社ってあれ女の人のお腹の中なんですよね。なんで鳥居が、まあ、いわゆる女性の参道みたいな、そこで、で参道は本当参道ですね、参道ですもんね、はい、でその中に入っていて、子宮返りするっていうのをやっていく。なんで自分の相性のいい母のところは気持ちよくなるんですよ。神社ごとに、まあ、神様、祀ってる神様が変わっていくんで、誰の子宮に帰っていくのが生まれ変わることができるかなっていうので、悪いもの全部取ってくれて、新しい自分になれるところは、あ、気持ちよかったなんですよね。ただそれって一度死ぬってことなんですよ。中に入って、あの赤ちゃんってこれから生まれてくる存在なんで、それまではまだ生きていない存在ですから、うんうん、一度死に、そして生まれ変わるってなると、自分の感覚が死に近くなるので、うん、あの人運悪いな、死に引っ張られてるなとか、あこの人もうそんな長くないなっていうのが、感覚が開いちゃったりするようにはなるんです。へえ。お客さんもそれやってから、そういう感覚が身についたの。はい、特に神社は陰陽道を元にしているところが多いんで、牛の刻ってあれ陰陽道であの世とつながる時間って言われているので、深夜に入るとチャネリングがあの世とつながりやすくなるんですよね。へえ、そうか。その時間に気持ちいいってなって戻ってくると、いわゆる あの人死が近いな、あの人あの世に引っ張られてるなっていうのが、半透明に見えたり、黒い影が重なってたりとか。へえ、すげえ、はい、なるほど。持っちゃったよ、大谷さんが。だから去年の年末、俺の雰囲気が悪いっつって、はい、具合が言葉にでもできない、言葉にできなくて、うん、でだから2人っきりで喋らないで YouTube でかまそうと思って。ああ、そうで、これ作ってくれた人も言ってた、うん、オチってどう思いますって言ったら、あ今最悪ですねみたいになって、え、それで、はい、あ俺も実はそれ思っててみたいな、なんで YouTube でかまそうと思って、お前なんとかだろみたいな言って、何かあったんですか。だから本当何やっても楽しくないですけど、まあそう、気持ち的にちょっとなんか 俺は意識してるのかしてないのか分かんないけど、何やっても楽しくないし、感情もそんな高ぶんねえなっていう。
が年末年末あって、ほんでまあ奥さんとなんかそういう話して、ほんで奥さんに言われたのが、そうなんかあった時すぐ俺、ああごめんごめんごめんとか、ごめんなさいって、はい、なんかやっておいたよ、ああごめんねっていうしか、うん、ごめんってまず謝りから入ってた。はいはい。でそれを謝るんじゃなく感謝してよ、はい、まず感謝しようよって言われて、はい、ああと思って、あもう目からボロボロって鱗落ちて、あ俺感謝人にしてないなと思って、はだから俺たち今感謝ブーム、感謝ブーム、めちゃくちゃ感謝、人に感謝しようぜみたいな、同じことを僕も嫁さんに言われたことあります、すごいじゃん、なんかそれが当たり前になってきてたりとかするじゃん、はい、あごめんねとか言ってんの、ゴミ出しといたよ、あごめんって言っちゃって、ありがとうでいいですもんね、ありがとうだよね、ありがとうがまずなくなってて、俺の気持ちもそうやってなってんのに、もうありがとうもないし。ああ、なるほど。で、ああ、そっかと。毎日毎日、ほんと、なんか仕事やって、家帰って、なんかぼーってなんかってなってたら、もうありがとうもなんもないじゃん。そうですね。で、毎回毎回だから、ほんと気持ち悪いけど、ネタ合わせして怒られた後とか、心の中で、今日も怒ってくれた。そうなってきてる。思うようにしてんのよ。いや、でも、すげえ大事なんですよ、実は。ちょっと長くなるんで、ギュッと話します。はい、お願いします。人間とか、あの世って認知の生き物なので、実はどう考えてるかで形成が変わるんですよ。例えばなんですけど、日本とアメリカと韓国とベネズエラととかで、国によってお祓いの方法違うのって変じゃないですか。はいはいはい、だと同じ幽霊ですもん。なのに、あっちは十字架だ、こっちは、日本酒だとかって、なんで違うんだろうっていうと、こっちがどう思ってるかで向こうのあり方が変わるんですよ。ほつまりは霊魂とかあの世のものっていうのは今生きてる僕らも魂として宿しているものなので、それの汚れ方とかキラキラし方っていうのは僕らがどう考えてるかで簡単に変わっちゃうものなんです。あ受け止め方なんや、はいね、なるほどね。だからごめんって言い続けるとそっちにどん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 なっていくから、見る人が見ると大丈夫ってなりますし、むしろありがとうとか感謝の方に染まってると、あ今は調子いいねっていう風に簡単に様子って変わってしまうものなので、うん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 、なので割とあのどういう言葉で生きていくかって自分の魂のあり方みたいなのを簡単に変えれるようになると思います。へえ、面白い。でもそれ俺神社行って特に思うね、うんうん、受け止め方やなみたいな、うん、あ本当にそうですね。めちゃくちゃ昔だから俺小沢健二の歌よく例え出すんだけど、天使たちの神ってやつで、あの木の枝の雪跳ねてるの見て生きていくことを諦めてしまうようにみたいな、うん、でもこれって見た人が別に何も思わなかったら、うん、ただの自然現象ね。でもそれは木が抵抗して雪を払ってるんやって思ったら、うん、あ自分も払わなきゃって思ったってことじゃないですか、うん、だから受け止め方やな。全部の感性は自分がどう受け止めるかで神様いるなって思えるみたいな、うん、はいはいはい、考え方次第と受け止め方でね。神社は必ず本堂に鏡があるので、あの自分を見つめ直してあの出ていきなさいっていうことになってるので。なるほど、はい、鏡のあれも神にがだもんね。そうなんです、そうなんです、うんうん、字が面白いよねあれなんかね、はい、なんで日本っていうのは本当に信心深い面白い国だなという。神も全ての万物に宿ってるって概念の国ってそうないよね、他にないのでかなり面白い国だなっていうふうに思うんで、まあせっかくならそういうところでは言葉遣いだけでも元気にしていった方が、なるほど、生きる力に湧き上がる感じだよね。そうですね、面白い。ありがとうとか本当そうだよね、笑ってるだけでも全然違うしね。そう不思議だよねあれね。でも悲しいかな、人間は同じジャンルのマイナスなものの方が好きなんですよね。だから拡散するもんね。そうなんです、あのツイッターとかでもネガティブな方が拡散するよね。ファッションインフルエンサーの方が言ってたのが、その人がまだブロガーだった時にユニクロのおすすめ商品トップ10とユニクロのワースト商品トップ10っていうのを同じように出したら、ワーストの方が PV 値100倍だったらしいんですよ。へぇーやっぱ検索する人の人数が多いんですよね、そっちの方が。人とかの方が全然、うん、確かにネガティブ思考ね。だからあるあるある。去年今年一昨年とか流行った漫画とかも主人公まず一回ネガティブだよね。チェーンソーマンとか、チェーンソーマン、鬼滅も一旦ネガティブなところからスタートしてっていう、そこが一番もう流行るらしいよ。もう海賊王に俺はなるとか、うん、他げになるってばよってやつ一人もいないですからね。いないからね本当にいないよね。本当にいないんですよ。
確かに。やっぱネガティブなところから始まって主人公がね、じくじくうじうじしてるようなのがいいんだって。そこが共感なのか。今一生懸命デンジ君が敵倒してるのはおっぱい揉むためですからね。ですね。そのために頑張ってる。いいね。だから俺はなんか人から聞いた背景を聞いて飯を食うのがすごい好きなのね。うん、はい、はい、はい。背景。そのいわゆる観光客が一番最初に行く店じゃなくて、うん、物語込みで調味料にしたいみたいな。だから話を聞くんだから、例えば、そうね、だから、そいつが地元のやつがいて、うんうん、中学校で何食ってたのみたいな。うん、だなんてことない、なんかカツ、うん、そうだね。チキンカツみたいな、はいはいはい、美味しいなんかカフェみたいなの名前言うわけ。うん、どういう時食べたの？いや、こうこうこうで、あの時こうしたいと思って、初めて彼女とデートしてとか、なんかその話を聞いてから行くと絶対うまいの。うんうん、絶対うまいのね。うんうん、だけど、一回検索しときたいじゃん。一度はね、一度数字の回、人の声を聞きたいわけ。可視化された数字をインプットしたい。まあ、飲食店って、メニュー入れた後、絶対まずいが先に出るんだよね。あ、検索の時ね。そう。だまずい意見を探してる奴がいるってことだよね。あれ、毎回見るたんびに、わかる。怖いなーって思うのよ。ほんと同じ話で、地方行った時にビジネスホテル泊まると、はい、必ずホテルの名前入れたらその次事件って出るんだよ。ああ、なるね。はい。心霊とかね。心霊とか。なんでみんなやっぱそこで気になってやってるのか、なんかネガティブなところからまず入るんだな。絶対検索しようとしますし、あと、シリに、例えば日本橋の美味しい喫茶店教えてっていうのと、日本橋のまずい喫茶店教えてっていうと、全く同じやつ出てくるんですよ。面白い面白い。シリどうなってんだよ。だって美味しい、まずいとかの概念は多分分かってないんですよね。なるほど。日本橋のおすすめだけど。保守的に一緒なんや。ヒット数が多いやつを10個出してるだけなんで。そうか。そういうことか。美味しい、まずいはいらないんだ、そこに。そうなんです。だから他社がなんか名前が発せたりとか、そういう影響力が出たら絶対アンチが出るのは、当たり前のことなんですよ。ですよね。ですし、アンチがいるものの方が人気が出るのも必然なんです。そうか。ヒット数が増えるね。気にする必要はないっていうことでもあるよね。そうです。裏を返せば。だから6割の恨みの人たちも気にする必要はないです。ないです。はい、だから、いいんですよ。俺ら、4いいのがついて、6、はい、嫌なものがついてるんですよ。でも、もう言っていい？この自分たちのチャンネルで。はい、ただ、俺はね、さっき、例えば、隼人僕が言った、塩を水に入れてやって、うん、俺は、やる方が大事だと。あ、そうですね。実はそれに効果があるないっていうのは正直、後の俺問題やと思ってて、先にやるやつが多分どの職場でも仕事一生懸命やるやつ。なんとなく言ってる意味わかる？はい、めっちゃわかる。これ当たってる？むちゃくちゃ。だよね。いや、絶対そうだと思うの。めちゃくちゃ当たってます。こういうチャンネルやると必ずみんなが言うのはその力のあるなしの話ばっかりするけど、じゃなくて、俺真に受けるが一番すごいと思うんだけど。びっくりするぐらい、この業界入っ、この業界っていうか、まあ、ある程度名前が社会に出てから、成功してる人たちの方がダントツで素直なんですよ。そうだね。人材行く人みんな成功者だもんね。みんな素直で、まあ、インフルエンサーしかり、芸能人、芸人の先輩とかもそうですけど。いや、めちゃくちゃわかる。もうガッチガチに固定概念の人じゃなくて、何でも興味津々、ああ、そうなんだってなる人の方が、ボーンって言ってるんで、どれだけ素直に行動し、受け止められるかの方が変わるんだろうなっていうのは、しみじみ思います。だからさ、有吉さんとか、それこそ、まあ、鬼越とかが、詐欺師って言ったら面白いじゃん。はいはいはい、それでも彼らのキャラクターと彼らの価値観みたいなものがあるから、そうだわけじゃん。なんかそれこそ上岡龍太郎さんもそうだったと思うけど、俺はそれをこう詐欺師みたいな断罪の見方で短く切っていくのが、すごい自分らに向いてないなって思って。ああ、人ですよね。そう、俺は家帰って塩を入れるタイプになりたいの。確かに。まあ、有吉さんは、上島さんが亡くなった時ですら、サンドリで、まあ、上島さんは無になったということでって言ってましたから、ね、すごいなぁと思いました。なんかその、ね、そこのね、そこの自分の中でこう行こうっていうのを決めてるのが、あれはあれでね、もう。そう、芸風だよね。芸風すごいなぁ。上岡龍太郎さんと俺一緒だと思う。うん、あれちゃんと笑いにもなるし。うんうんはい、でも、なんか、何にもしないくせに、ただひたすらそっち側のポジション取ってるのは、それはね、俺は違う。てか自分がそうだったから昔。そうですね。だからすごいやっぱり別にそんなに視聴者の人は考えないでいいことなのかもですけど、
どうやりたいかとどう見られてるかって割と違うと思うので、どう見られてるかに気がつくまでは割と何もなく終わってしまう人が多いんじゃないかなっていう。だから有吉さんとか鬼越さんが好きで真似するけど、それが合ってない人ってすっげえ多い人、そうキャラクターとして、ね、めちゃくちゃ分かりますね。確かに僕が多分人の悪口とか言い始めたらめちゃめちゃボコボコに言われると思うんで、だから鬼越さんみたいにはなれないんだなとかっていうのは、鬼越さん好きですけど、でそういうのを自分がどう見られてるんだろうっていうのを気づくために、まず全部受け止めるハングリー精神みたいなのがある方が人は変わると思います、ね、なるほど、面白い。面白い。いや、これ、いいね。やっぱよかったね。やってよかった。いや、ありがたい話。ちなみに、使用は、はい、毎日？できれば毎日ですけど、でも、ついてるなって思ったら、やった方がいいです。なるほど。先日、僕、柳生正さんっていう、プロ霊能力者っていう YouTube やってる先生とコラボしたんですよ。はいはいはい、で、まあ、初めましてだったんで、まあ、普通にトークしただけだったんですけど、最後に、早友さん、お笑いしましょうって言われて、うん、いいんですかって、全然いいですよって言われて、で初体験だったんですよ僕で、目つぶってくださいって、全身のコンディションを確認してくださいって言われて、わかりましたって、足の指と手の指となんか首とか回して、でやりますねって言って、先生がここにいたんですけど、ここにスポイトカンって刺されたみたいな感覚が来たんですよ。で足先から低周波治療器の一番弱いみたいな電気がビリ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 って上に上がってきて、このスポイトのところにチューッと集まってって、スポンって抜けた瞬間に、はい終わりましたって言われたんですね。で全身のコンディションを確認してくださいって言われたら、確かにこうグーパーするとすっごい軽くなってたんですよ。へえ、これが取れるって感覚なんだっていうのが、うん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 、その時実感できたんで、ぜひ自宅でこのバシャンとかやるときは、うん、やる前のコンディションを確認してください。そうね、あ、そういうことか、はい、それでやってみての感覚、あー面白い、で、あ、軽くなったと思ったら取れてると思っていいと思うんで、はあ、面白い、すげえ、いや、ありがとうございます、ありがとうございます。これはちょっとね、うん、第2弾第3弾と、やった、ちょっとレギュラーみたいな感じで、いやいやこの YouTube でやっぱ先生って先生、いや、そりゃそうですよ、特別講師ですから、やっぱりもう本当こういうテレビみたいな YouTube 本当憧れてるんでこういうのじゃないから、いつもいつもいつも一人でどうもシークエンス早友です、自室で iPhone を押さえてそのほらなんかすごいなんか明るくやってるのが、あーしんどい、ちょっと話変わるけど、はい、音楽とか聞くんですか？チャンネル登録、試食れー。